前里東バス停下車です。コンフォートホテル、今回お世話になるホテルです。はい、はい、コードキーを発行します。2名の場合チームが発行します。お取り忘れにご注意ください。エレベーターではルームキーを外してフロアを選択して、ここです。あ、2つベッドがあって冷蔵庫があって金庫、テレビ、あとはユニットバスだ。この辺がヘアドライヤー、歯ブラシもあり、連泊中のシーツ交換、部屋着、外は海側じゃない方ですね。いただきます。あっさりしてます。お肉は、お肉おいしい、甘くて、
ません、自転車お借りしたいんですが。はい、1台で。はい。あ、はい。あ、1番の自転車ね。市内観光行きます。よいしょ、あっち。普通のママチャリですね。まあでも ありがたいです。コンビニとかスーパーとか行くのに結構歩くと10分ぐらいかかっちゃうんですよね。だから助かります、こういうのあると。もうちょっとドンキホーテ、日本で最南端のドンキホーテにちょっと行っていきたいと思います。さあ、ドンキホーテで8時から開店ということなんで、多分やってると思うんだけど。あ、やってるね。やってます。こっちかな、こっちか。結構広い。はい、ドンキホーテ、日本最南端のドンキホーテやってまいりました。お土産ね、コーナーがあったのでちょっと覗いてみたいと思います。まずね、お塩がありますね。なんかハイビスカス塩とか、あとシークワッサー、いろんなね塩があります。ここはなんタコライス、あとカレー、レトルトカレーでね、沖縄そばがねちょっとね結構売り切れてます。石垣の塩と、これ美味しそうだね。これポップコーン、琉球ポップコーンです。黒糖の味がついてるそうです。チンスコ、この辺チンスコーコーナーね。はい、空港で売ってそうなね、お土産はたくさん置いてますね。ハイチュウ、ご当地ハイチュウですね。シークワーサーの、ね、ガムとかもあります。タルト、紅芋タルト、この辺ねタルトコーナー。チンスコでしょ。ここはここもね、紅芋お菓子関係あります。これね T シャツもあるんですね。 T シャツコーナー、オリオンビールのね T シャツとかありますね。パムとか、はい、あります。結構品数がたくさんあるようです。はい、ドンキホーテに、来ました。眩しいんでね、サングラスちょっとかけました。結構日差しが強いですね。品数はね結構ねあるんですけど、
他のお店もちょっとね行きたいなと思ってます。はい、マックスバリューにやってきました。マクドナルドやね、普通のね、お店がチェーン店は結構ありますね。これ県道でしょうね。県道沿いにたくさんあります。で、ここのマックスバリューはなんか24時間営業らしいですよ。ちょっとね、ドンキホーテよりこっちの方が安そうなんで、こっちの方でね買い物して帰りたいなと思っています。駐車場も大きいね。駐輪場はこっちか。よし。はい、マックスバリューのお土産コーナーです。この辺は石垣の塩、七味唐辛子、この辺はお菓子、チンスコーもあります。これはねタルト、紅芋タルト、お土産のお菓子かな。この辺もね、あとインスタント関係もあります。この辺は T シャツかな。はい、この一角だけですね、お土産は。はい、マックスバリューでお買い物してきました。お土産コーナーはありましたが、どっちかっていうとドン・キホーテの方が、品数が多いですね。で値段もそんな変わんないかな。とりあえずねここではちょっとね泡盛とかね、今晩飲む、お酒をね、買ってきました。はい、では帰ります。
はい、2日間お世話になりましたコンフォートホテルでした。部屋のテレビがですね、いろいろ機能がついてて、DVD が無料で見られたんで、映画1本とね、あとね、お笑いのライブの、DVD をね、見ました。朝食もね、数は少ないんですけども、タコライスが結構美味しかったです。